ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドは1968年公開のアメリカのホラー映画である。タイトルはナイト・オブ・ザ・リビング・デッド表記のものもある。ジョン・ウェールスソの原作をジョージ・ A ・ロメロの監督で映画化したものでアメリカのホラー映画の新時代を築いた作品と位置付けられている。当時のタブーに挑戦した内容は賛否両論にあったが1999年には アメリカ国立フィルム登録簿に永久保存登録される映画に選ばれた。2016年にはデジタル処理を施した 4K 版がニューヨーク近代美術館で上映された。父の墓参りの途中、バーバラと兄のジョニーはイケるかばねに襲われる。兄を殺された恐怖と悲しみの中、バーバラは近くの民家に逃げ込む。民家には新たに黒人青年のベンが逃げ込み、地下室には 若いカップルのトムとジュディ、クーパー夫妻と大怪我を負った娘が潜んでいた。外部との連絡も取れないまま、周囲はゾンビの群れに取り囲まれていた。ドアや窓を塞ぎゾンビの侵入を防いだ上で脱出の方策を探るベンに対し、救助が来るまで地下室にこもることにこだわるハリーが対立する。ゾンビたちが人間を食い殺していることをテレビで知ったバーバラたちは、 最寄りの避難所への脱出を試みるが、ガスケのトラックに給油しようとした際に漏れたガソリンに、引火してトラックは爆発炎上し、トムとジュディが消死してしまう。停電となり、情報も得られなくなった中、ベンが玄関先で燃やしていた椅子も燃え尽きたことで、牽制されていたゾンビたちが次々に押し寄せる。さらに塞がれていた窓は次々に破られ、状況は絶望的に悪化していく。 劇中の一場面本作は、ドキュメンタリータッチの手法で、9ヶ月を費やして、モノクロ 16mm フィルムで撮影された。人外の者たちに一軒家が包囲、襲撃されるという描写は、リチャード・マシスンの小説、地球最後の男からインスパイアされたものである。本作は、後年にわたって、数多く作られるゾンビ映画の石でもある。バタリアンは、ダン・オバノンによる、 続編的パロディ。ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド。資料創生期は、トム・サビーニ演出による、正当的リメイクとなっており、制作は、キャノン・フィルムズ。本作に、ゾンビ、資料の餌食、ランド・オブ・ザ・デッド、ダイアリー・オブ・ザ・デッド、サバイバル・オブ・ザ・デッドを合わせて、ジョージ・ A ・ロメロのデッドシリーズと呼ばれており、各映画はそれぞれ権利元は異なるものの世界観は、共通している。 また、権利元が違うため別名になっているものの、複数作にまたがって登場するキャラクターもおり、代表的なのは、トム・サビーニ演じるブレイズや、アラン・バン・スプラング演じるブルーベーカー。ブレイズは、ゾンビに登場した、暴走族のサブリーダーであり、ランド・オブ・ザ・デッドには、ゾンビ化した姿で、マチエーテ・ゾンビという名で再登場を果たした。一方、ブルーベーカーは、 ランド・オブ・ザ・デッドに登場した兵士で、ダイアリー・オブ・ザ・デッドでは、大佐、サバイバル・オブ・ザ・デッドでは、軍曹というキャラクター名で再登場を果たしている。これらのキャラクターは、権利上の問題で、作品ごとに別名になっているが、同じ演者を起用したり、服装を忠実に似せており、同一キャラクターであることがわかるようになっている。本作では、人外のもののことを、リビング・デッド、または、 グールと呼称しており、ゾンビという呼称は、自作、ゾンビからの登場である。本作はタイトルを、ナイト・オブ・ザ・フレッシュ・イーターズから、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドへと変更した上で、配給された経緯があり、その際に著作権表記を欠落させたことから、アメリカでは、パブリックドメイン状態にあるとみなされている。このため、販売用のビデオや DVD をコピーしたものを、 インターネット上でそのまま制限なく配信している場合がある。1990年。現在はナイト・オブ・ザ・リビング・デッド。トム・サビーニの手によるリメイク作品。原点の脚本をロメロが脚色している。原点をほぼ踏襲しているが、原点ではほとんど怯えているだけだったバーバラが次第に。 強い女性として変貌していくなど、制作当時の世相に合わせた改変が加えられている。また、ベンとハリーの確執に至るエピソードを増やしたり、二人が打ち合い始めるきっかけを、ゾンビ化したハリーの娘をベンが射殺しようとすることに変更したり、負傷したベンが一人で地下に籠城した際に、ガスタンクの鍵を見つけるシーンが追加されている。ラストに登場する、時計団も、 原点ではゾンビを一人ずつ倒すだけだったのに対し、本作ではゾンビを木から吊るして、射撃をしたり、ゾンビ同士を刀剣のように戦わせて、賭けをしたり、ビールを片手に、レジャー感覚でゾンビ狩りをする姿が描かれており、ゾンビより、少女の方が醜く恐ろしいことを感じさせる、エンディングになっている。1999年。現代は、ナイトオブザ・リビング・デッド。 サーティースアニバーサリーエディション本作の30周年を記念して、ジョン・エールッソが新たに15分の追加撮影文を加えて再編集したもの。ロメロ自身は関与していない。冒頭に登場するビル・ハインツマンが演じるゾンビが、棺桶から蘇るシーンなどが追加されているほか、音楽も新規に録音されている。2001年。現在は、チルドレンオブザリビングデッド。 本作の続編及びロメロのデッドシリーズの番外編として制作されているが、この作品もロメロは関与していない。トム・サビーニが出演している。2006年。現在はナイト・オブ・ザ・リビング・デッド 3D。赤・青・メガネを使ったアナグラフ方式の 3D 映画でのリメイク。冒頭のシーンなどはオリジナル版を踏襲しているが、それ以降は、 ほとんど独自シナリオで展開されていく。オリジナル版映画は、作中世界において、実在の映画という位置づけであり、劇中のテレビでオリジナル版が放送されている。2012年には前日単にあたるナイト・オブ・ザ・リビング、デッド 3D、リアニメーションも制作されている。ありがとうございます。